クリスティアン・ブルフ、クリスティアン・ビルヘルム・バルター・ブルフ、クリスチャン・ビルヘルム・ワルテル・ウルフ、1959年6月19日は、ドイツ連邦共和国の政治家、第10代連邦大統領。所属政党は、ドイツ・キリスト教民主同盟。2003年より2010年まで、ニーダー・ザク選ン州首相を務めた。ホルスト・ケーラーの辞任に伴い、公認の連邦大統領に選任され、 ドイツ連邦共和国建国以来最年少での就任であった。オスナブリック生まれ、両親が離婚し、系譜も家族を捨てたため、多発性硬化症を患っていた母を16歳で介護し、また妹たちを育てた。ギムナジウム在学中の1975年にセディに入党、同等の青少年組織であるで活動し、 1978年から1980年まで、その全国代表を務めた。1979年に、オスナブリュック大学に入学して、経済法を重点に法学を学んだ。在学中もセディの青年組織、ジュンゲ・ユニオンで活動し、1979年から1983年まで、その代表員を務め、1983年から1985年までは、 ニーダーザク選集代表を務めた。また、1984年からは、同州のセディ代表部に入った。1987年、第1次放送試験に合格。1990年に、第2次放送試験、国家司法試験に合格、弁護士資格を取得した。1986年、オスナブリュック市議会議員に当選。2001年、 1989年から同志議会でセディ議員団長を務めた。1994年、ニーダーザク選衆議会議員に初当選し、セディの州代表及び州議会党議員団長に就任。1998年11月には直前の連邦議会選挙で敗北したセディの4人の副党首の1人に抜擢された。1994年の州議会選挙では、 州首相候補としてドイツ社会民主党の現職、ゲアハルト・シュレーダー州首相、当時に挑戦したが敗れ、1998年にも挑戦したが敗北した。シュレーダーが連邦首相に転出した後の2003年3月、衆議会選挙で現職のジグマール・ガブリエル州首相、率いる SPD を破って、ついに州首相の座を手に入れた。ブルフ内閣は、 セディの閣僚七人と自由民主党の閣僚二人からなる連立政権である。州首相就任当初は財政立て直しのため社会保障の縮小を含む大規模な緊縮財政を行った。とりわけ教育費は大きく削られたが、その結果州の新たな負債は彼の就任当初から半減し、2007年には2001年以降では、 初めて州憲法の規定する負債に頼らない、州予算案を立てることができた。その他州の学生を改革して、アビプーアの受験可能学例を引き下げたり、行政管区を廃止して、州業政を各自治体と州政府の二段階制に改めるなどの改革を行った。その他警官を増員して、治安工場に努めたり、職業訓練の機会を増やした点もその業績として、 挙げられている。ニーダーザク選手首相は地元に本社のあるフォルクスワーゲングループの監査役を兼ねているが、2007年3月にブルフは11億5000万ユーロを投じて、同社の株5%を取得し、ニーダーザク選手の持ち株比率を25%まで引き上げ、同社経営に対する州政府の発言権を大きくする旨を言及した。早くも百九十五年には、 ダボス会議で明日のリーダー100人に選出されていたが、セディの中で将来の連邦首相候補として最も有力であると取り沙汰されていた。2007年に行われた世論調査ではドイツで最も人気の高い政治家の一人に入った。また、ニーダーザク選手の政治家の中でも最も人気が高かった。2008年1月に行われた衆議会選挙では議席を減らしながらも、 ブルフの連立与党が過半数を制し、同じく連邦首相候補と目されたヘッセン州のローラントコフホ州首相を尻目に、党内での未来の連邦首相候補の地位を固いものとした。2010年4月に内閣改造を行い、アイギュルオズカンを社会、夫人、家族、健康、同化省に任命したが、彼女はドイツ史上初のムスリムの大臣となった。 2010年5月、ホルスト・ケーラー大統領がアフガニスタン訪問時の出現の責任を取って辞任した際、セディ FDP 連立であるアンゲラ・メルケル政権により公認の連邦大統領候補に選ばれ、2010年6月30日に行われた連邦会議で SPD や緑の党が推す対立候補、ヨアヒム・ガウクラに対し、第3回投票にも連れ込む苦戦の末に選任された。 連邦大統領の就任にあたっては、ドイツ連邦共和国基本法55条により、連邦大統領以外連邦政府及び州政府の公職に就くことが許されていないため、ブルフはニーダーザクセン州首相を辞任した。2011年末、ニーダーザクセン州首相在職中の2008年、自宅購入資金として50万ユーロの融資を知人から低金利で受けていたことが発覚。 さらにこの事実を報道しようとした新聞紙の編集長に対し記事を掲載しないよう電話したことも明らかになり批判を浴びた。これに対しブルフは2012年1月4日、アードと ZDF の取材に応じ違法行為は何もしていないがすべての行いが正しかったわけでもない新聞社編集長への電話はひどい過ちだったと釈明し任期満了までの続投を表明した。 これに対し同月8日には、大手不動産会社のサイトに、ブルフやベレビューグー、ベルリン大統領官邸の写真とともに、賃貸物件、3棟で1ヶ月1ユーロ、首相官邸資金、現住人は近く退去と書かれたいたずら広告が一時、掲載される事態も起きている。2012年2月17日、検察により、汚職事件の捜査が本格化されたのに伴い、 連邦大統領職を辞任した。2013年4月12日に在宅起訴された。2014年2月27日、ハノーファーチ裁は問われていた、収賄罪について、無罪判決を出した。辞任後は、規定により元大統領は、年間23万ユーロの年金を支給されるが、退任後に公職に就くことは禁止されている。辞任後の2014年に、 ハンブルクで弁護士事務所を開設。また、複数の企業の相談役を務めている。また、メルケル首相の依頼により元大統領として2015年1月に、サウジアラビアのアブドゥッター国王の葬儀に、ドイツ代表として参列した。宗派はカトリック。カズメを設けた夫人とは2006年に離婚。その後、コンチネンタル社の広報官だった、旧姓。 ケルナーと2008年に再婚して一難を設けた。ベッティナには、事実婚の前夫との間息子が一人いるが、大統領辞任からおよそ1年後の2013年1月、ベッティナと離婚した。しかし2015年5月に復縁し、同年10月に再婚した。現在は、ハノーファーに暮らしている。2007年に、上海の道住大学より名誉博士号を受けた。2006年には、 ネクタイの最も似合う男性に選出された。ニーダーザク先週のリューネブルクと姉妹都市関係を結ぶ徳島県なる都市やフォルクスワーゲン工場のある愛知県豊橋市も訪れたことのある新日課。自宅には1万冊の蔵書がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。